アイドルグループさん人気投票最下位のメンバーは AV デビューさせますということで見ていきたいと思います。ことの発端はこちらですね。こちらプランクスターズというね、広島県を拠点に活動する地下アイドルグループということなんですが、自称自由奔放悪ガキアイドルということでね、その名に恥じない、いや恥じた方がいいんじゃないかというね、企画を行ってしまうんですね。それがこちらですね。新規客チェキ券獲得枚数をメンバーの間で競わせるというもので、1位のメンバーには自転車プレゼント、そしてなんとね、最下位のメンバーは罰ゲームとして AV デビューが用意されているという企画なんですね。これは過激すぎますね。その過激さゆえにね、批判が来ることを恐れたのか、下の方にはね、きちんとメンバーが自ら志願してきた企画なんで AV デビューさせるのやめろとか言ってこないでくださいと予防策も貼ってありますね。そしてこちらの企画を行うにあたってね、このようなね、 AV のパッケージを模したアイドルの宣材写真も公開されるんですね。ちなみにこちらは実際の AV 監督であるタイガー小堺監督にね、撮影してもらったものということで、これにはあのシミケンさんもね、おおと反応していました。で、実際ね、結果はどうだったのかというとこちらですね。1位はカンニャンさんで91枚、最下位はプリちゃんで0枚となってますね。このプリちゃんというのがこちらですね、自由奔放悪ガキアイドルプランクスターズのメンバーにスカウトされ、新メンバーになることに決まりました。デビューライブはまだ未定ですが、応援よろしくお願いしますと自己紹介しているんですが、まあ見ての通りね、柴犬ですね。で、この柴犬のアニマルビデオが制作されて、この企画は幕を閉じることになるんですね。つまりアダルトビデオという意味の AV ではなく、アニマルビデオというオチだったという、めちゃくちゃね、くだらない釣り企画だったというわけなんですが、これにはね、当然批判が殺到しました。ネット上の反応がこちらですね。ズボン脱いで待ってたのに寒いことすんのやめてもらえますか。ほんとくだらなすぎてドン引きしたわ。ただのかまってちゃんじゃねえかよ。罰として1位のカンニャン出演確定な、といったね、声が寄せられる結果となりました。そしてこのアイドルグループ最近もね、過激な企画を行っています。それがこちらですね。こちら手売りチケット複数購入特典ということで、チケットをね、購入した枚数に応じてメンバーと添い寝できたり、メンバーとデートできたりといった特典が得られるというものなんですが、問題なのは一番下ですね。チケットの合計購入数3000枚の特典内容がメンバーと S-X とありますね。そしてその下には小さくついにと記載されています。何がついになんでしょうか。まあ、あくまでね、 S-X ということでね、この丸の中に入るのが何なのかはわからないんですが、しかしね、場合によっては E が入ることもあり得るということで、この企画はね、非常に多くの方の注目を集めることとなりました。そしてメンバー自身もね、とんでもねえなぁと驚きの反応を見せてますね。で、実際ね、どうだったのかというと、そもそもね、この会場のキャパが3000人だったらしいんですね。なのでメンバーと S-X という特典を受けるにはね、チケット3000枚の購入が必要ですから、全チケットを買い占めなければいけないということだったみたいです。さらに言うんであれば、この特典告知の前からすでにね、チケットは販売されていたそうなんですね。なので実際買い占めもできないと。最初から運営はそれを分かっててね、まあ、過激な冗談として一注目を集める手段としてね、記載したに過ぎないということだったみたいです。で、これにはね、無理ゲーすぎるといった声ですとか、炎上商法じゃん、不正事だし、3000のキャパで3000枚の特典じゃ運営が1枚買っただけで成立しなくなるな、ネタとしてつまらん、といったね、冷めた声が多く寄せられました。このアイドルグループ、過激な炎上企画で釣ってね、注目を集めるというのが非常に得意ということでね、皆さんも炎上商法には気をつけましょう。以上、ご視聴ありがとうございました。